ミッションコンプリート、ミッションコンプリート。これで全部のブレイクミッションの修正、トゥルーミッションの再登録が終了。このディレクトリのでしょ、ほら次の階層に進めて。それが私の権限だと次のディレクトリに入れないみたいで、犬姉さんとハラ君の協力を頼みたいなと。というわけで防壁破りプログラム G デモリッションインストール。ビビ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 ビ、壊す、全て壊す、やってやる。ハロ、また勝手に、一体何を入れたの。私に防壁、ファイアウォールを解除する権限はないんだけど、今それに必要なデータをハロ君に入力したから、あとは犬姉さんが防壁破りプログラムを構築してくれればね。はあ、なんでこんなところまで来てクラッカーの真似事なんて。これでいいと思うんだけど、どうハロ。プログラム正常、勘弁しろサクラ。エクセレント、さすが犬姉さん。じゃあ防壁破りプログラムを走らせてみて。 G デモリッションスタート。エマージェンシー、エマージェンシー、ユノ危険、ユノ。真っ赤、何が起きたの。イリオンステーブルに侵入された。違う、別のフィールドに転送されたの。ようこそレディーたち、そしてガンダムラトレイヤーを退けたパイロット君。わかるかね、2丁のビームラピッドガン、4門のクワッドメガランチャー、サーベルは左右別々のものをセッティングし。好き勝手に喋らないで。一体この基地に何をしたの。不正アクセスを検知したのでね、ガベージスペースにお越しいただいたのだよ。ガベージコレクション、不要領域にこの施設のデータを転送した。サンクキングダムの時といい、何者なのあなたは。何を知っているの。私にはそれを答える権限は与えられていない。つまり私たちの敵ってことしかわからないと。ほう、お前が味方で私が敵。本当にそうならいいのだがな。これから先行型プログラムであるその基地を消去しようというのだから、現時点においては敵という表現が正しくはあるか。ではアップデートしたガンダムラトレイヤーの力見ていただこう。何もわからないまま消去されてたまるもんですか。小隊長、出撃お願い。鉄火団、三日月オーガス。Thank you.
上に立つもんのコレキってやつを教えてやるぜ。ガンダムラトレイヤーアップデート完了。ハーメスマーキュリー剣山。何の用だ先輩。我々が商売の邪魔をしたとへそを曲げていたのではなかったのか。その件は全然許してねえ。だが今はこう片付けるのが先だ。行くぞ。出てきたか小隊長。楽しみにしていたよ。一つ答えてもらうわ赤メガネ。私や小隊長はこの G ユニバースを修正するために呼ばれた。それは間違いないのよね。私にはそれを答える権限は与えられていない。この空間を組んだってことはあなたもまたプログラマーなんでしょ。私たちより前に人格がデジタルデータ化された例ってあなたじゃないの？なるほど。 AI であるサクラには権限に制約がある。でもこの世界は外から来たものならどう？なかなかの考察だが、それも答える権限は与えられていない。ザッザッ。さすがだ。飛ばしすぎたか。切る。まだ動く。行く。確かに軌道も武装もサンクキングダムで戦った時とは別物。アップデートは済ませたと言ったろ。貴重なデータも手に入ったのでね。エイハブリアクターゼロシステムといった検証データだ。私たちがブレイク修正したミッションのデータじゃない。異なる歴史に存在するガンダムの機構、興味深いとは思わないかね、リトルレディ。そりゃ少しはあるけど、ずいぶん悪趣味なコレクターね。ガンダムのデータを集める謎の人格データ、このシステムが向いてるのかも。狙う。やるな。なるほど、やはりいい腕だ小隊長。そうだね、選ばれた。私たちを選んだのは管理システムってやつ。私にはそれを答える権限は与えられ。通信エラー。君たちが修正を進めれば奴の計画が完成に。俺には止められ。どうしたの？奴とは誰？それにあなたはどうして？私にはそれを答える権限は与えられていない。何度も言わせないでもらいたいものだ。招待者、勝って。あいつにもサクラにも確かめなきゃいけないことがあるから。え、ユルネイさん、私は。あっ、うわっ、うん、当てる。ぜっ、行くぞ。キャッザッザ。ここまで私と渡り合うとは、やはり腕利きだな小隊長くん。だがラトレイヤは、おレディ、言うの、奴の計画を、俺の言ったことを
忘れるな。待ちなさい、まだ聞きたいことが。犬姉さん、あいつのことは後回し。ガベージスペースが崩壊するよ。犬姉さんが組み直したプログラムを元にしてセキュリティホールをついて脱出するから。調べなきゃ。彼が何者で、奴とは誰なのか。ほう、なかなかやるな。テリア、なかなかいい腕をしているな、お前も。次のディレクトリの特定ができた。小隊長さん、犬姉さん、行くよ。大丈夫。あ、どこかに捕まってた方がいい？データの移動だから別に必要ないけど、気持ち的に楽ならそれでオッケー。病は気から、ユノ、病は気から。あなたたち AI なのに曖昧すぎるのよ。そう、彼女たちは AI でも、ハーメス・マーキュリーはどうなの？イリオンステーブル、全データの転送を完了。わかりやすく言うと、一階下に降りたってこと。ハーメス・マーキュリーからアドレスの追跡とかされてない？下手したら身動きが取れなく。ブレイクミッション発生、ブレイクミッション発生。さすがハロ先輩、早速働いてくれるね。その前にあの挙動不審メガネのことよ。実際に戦ってみて、小隊長はどう思った？ゼロシステムはパイロットを補助する OS、 A ハブリアクターは動力。新しくモビルスーツでも組み立てるのかしら。私たちの邪魔が目的というより、そっちがメインかな。そう、彼には不可解な点が多いの。その上で聞くけど、さくら、あなたは一体どちら側なの？ゆの姉さん、私は、あくまで私は味方のつもりだよ。これからどうする？犬姉さん、小隊長さん、私を信用してブレイク修正を続けていくか、それともハーメスやヤツっていう方を調べるか。私はどっちでもいいし、協力するよ。そのために生まれたんだしね。私もそれしかないと思う。サクラが本当に信用できるかは別として、私いい AI だよ。サクラ、悪いやつ違う、信じてやれユノ。小隊長も信じろ、小隊長。ハロ君、いや、ハロ先輩。同じ AI 同士の共感ってやつかしら。さあ、じゃあ後輩のサクラ、現状を説明して。ディレクトリが変わって何か違いがあるの？やるべきことは基本的には変わらないけど、さらなる歴史が出てくるし、ブレイクの度合いも大きなものが増えてきそうだね。さっきハロ君が検知したブレイクミッション、早速同時に3つも発生してるくらいだからね。ブレイクミッションが複数って、どんなミッションなの？修正方法は？落ち着いて犬姉さん、順番に説明するから、ちょっと場所を変えよう。
さて、このディレクトリで見つかったブレイクミッションは3つ。また宇宙世紀以外の歴史が2つあるね。宇宙世紀以外って、ポストディザスターやアフターコロニーの時代みたいなもの？そういうこと。コズミックイラと西暦の歴史だね。残りの1つは宇宙世紀になるよ。ハロ君が検知してくれたのは以上。どれを選んでもらっても OK だよ。一つ目はコズミックイラの歴史。アラスカ基地に強襲機動特装艦アークエンジェルの支援に向かう。二つ目は西暦2300年代の歴史。不時着したソレスタルビーイングの母艦プトレマイオス2トレミーの救援よね。三つ目は宇宙世紀。私たちにとっては1ヶ月後の未来で、東南アジア戦線に参加してジオン公国軍の秘密基地を攻略する。ユノ正解。ユノ記憶力いい。ユノ姉さん、歴史のお勉強お疲れ様。じゃあ早速ブリッジに戻ってハル君に詳細データをインストールしよう。ハロ先輩、用意はいいかな？ミッション用のパスコードを入力するよ。ハロ、逃げも隠れもしない。君がガンダムだ。また謎のデータをインストールされてるけど、最後はどうなっちゃうのかしら。私のハロ、ブレイクミッション登録完了。小隊長、選べ小隊長。ここがアラスカ基地。もう戦場だね。これだよサイクロプス。何この数。何のようだ尊敬。我々が商売の邪魔をしたとへそを曲げていたのではなかったのか。尊敬は全然許してねえ。だが今はこう片付けるのが先だ。行くぞ。そりゃこのアラスカ基地を丸ごと吹き飛ばすつもりだからね。逆転の策って自爆装置？そういうこと。小隊長さん、隔壁を開けるスイッチを探して。将兵にできることが戦うことだけだ。ガンダムマイスター、アレルヤ・ハプティズム君。彼がソレスタルビーイングの？アリオス・ガンダム。こちらソレスタルビーイングサポート部隊。すまない、援護をお願いできるかい？了解です、急ぎましょう。この基地自爆攻撃に入るんです。そんなやり方で本当の平和が得られるわけが。でもマイスターの戦場はここじゃない。トレミーまで小隊長さんが先導するからね。前衛は任せた。アレルヤ・ハプティズム、目標を迎撃する。小隊長、核兵器を開けながら進んで。敵襲。西暦の時代だけじゃなく
宇宙世紀からもプレイク現象が起こってる。西暦から枝分かれした2つの歴史、関連性はあるのかしら。この程度、あるな、この程度は。ぜいっ、落ちるぞ、てりゃ。Let's go.